はい、それではこんにちは。スタンダード化学、有機化学ということで、芳香族化合物に関する問題を取り扱っていきたいと思います。今回はですね、内容としては芳香族化合物の分離に関する問題をね、取り扱っていきたいと思います。はい、では早速ですが問題に移っていきましょう。では問題に文を読んでいきたいと思います。分子式が C6H6OC8H8O2C11H14O2 のいずれかであるベンゼンの1置換体 ABC をエーテルに溶解し以下に示す実験操作を行った後の各答に答えなさい。まず ABC のエーテル溶液をですね、 A 試料と 5% NaHCO3 水溶液を分液ロートに入れ振り混ぜてはコックを開く操作を頻繁に繰り返し行ってから水槽とエーテル槽を分離したと。で水槽に塩酸を加えて溶液を酸性にし生成した沈殿をろ過して A を得たということですね。で、エーテル槽に関しては C、エーテル層と 10% NaOH 水溶液と分液ロートと、うちで十分に振り混ぜた後、水槽とエーテル層を分離したということで、まあ、水酸化ナトリウム水溶液と、まあ、反応、水酸化ナトリウムとね、反応したもの、反応して塩を作ったものが水槽に行きましたよ、ということですね。はい。で、こちらはですね、NaHCO3 水溶液ということで、まあ、弱酸の有利ですよね。弱酸の有利が、まあ、起きるということで、ね、この NaHCO3 と反応して、塩を、A 自体はですね、塩を作るということですから、まあ、カルボキシル基を持つなということがわかりますね。で、次、D です。はい、D。水槽に塩酸を加えて酸性にした後、エーテル抽出をしたと。エーテル層を分離し、エーテルを濃縮して B を得たということですね。で、E。はい。C の、過去 C のエーテル層を濃縮して C を得たと。で、C に 10% NaOH 水溶液を加えて加温し、そのまま蒸留すると D が流出したと。流出せずに残った混合物に塩酸を加えて酸性したところ A が得られたと、いうことですね。はい。ではやっていきましょう。はい、まず、カッコ1ですね。A は炭酸水素ナトリウムと水溶液と反応し、塩を作って溶けているので、ね、この NaHCO3 の弱酸、CO2 がこう有利してきてっていうことですよね。なので、A は、A 自身はですね、カルボキシル基を持つということがわかります。また、ベンゼンの1置換体、になってきますので、はい。この中だと、こちら、この C8H8O2 に相当しますね。はい。A は CH2COOH ということで、フェニル酢酸、フェニル酢酸になります。で、B はですね、B は、一方で、この炭酸水素ナトリウムとは反応しなかった、かつ NaOHCAQ とは反応して塩を作るということですので、フェノール類だということがわかりますね。はい。フェノール類だということがわかりますので、この分子式 C6H6O、はい。これは非常に有名なね、分子式になります。これフェノールの分子式になります。B はフェノールということになります。はい。ですから、括弧1番の答えとして A はこちらのフェニル酢酸、そして B はフェノールということになります。では次、括弧2番いきましょう。化合物 D の分子式は C3H8O で D を穏やかに酸化して得られた化合物は銀鏡反応を示さなかったということですね。はい。では、
やっていきます。はい、エステル C の喧嘩によって生じたこの中性物質 D と、この A ですね、酸性に、塩酸を加えて酸性にした、これは、ね、中性物質 D っていうのはこれはアルコールになりますよね。アルコールになります。でこちらはカルボン酸になりますよね。でこのはい、D を酸化すると、D を酸化するとですね、還元性を示さなかったと、還元性を示さなかった、いうことですから、還元性を示さない。ケトンが生成するということですから、D は第二級アルコールの2プロパロールになってきます。2プロパロールになってくるということになります。従いまして、この C っていうのは、この A のフェニル酢酸、フェニル酢酸と、この D の2プロパノールのエステルであるということがわかりますので、カッコ2番で求めるべきこの C の構造というのはですね、こういう構造になりますね。フェニル酢酸の部分、そして2プロパノール。ここに OH がつくと、まあ2プロパノールですが、はい、このような構造になってきます。では次の問題に移っていきましょう。はい、下線部1、下線部 E の操作をなぜ頻繁に行う必要があるのか、その理由を説明しなさいという問題になります。まず振り混ぜてコックを開く操作を頻繁に繰り返し行ってから、水素とエテル素を分離したと、まあ、いうことですが、まあ、これなぜこういうことを行っているかと言いますと、まず有機溶媒の蒸発、有機溶媒揮発性ありますから、有機溶媒の蒸発と、この炭酸水素ナトリウムですね、NaHCO3 プラス C6H5CH2COH、まあ、フェニル酢酸の反応で、ね、カルボン酸を持っている、ね、フェニル酢酸が塩を作って、この NaHCO3 は CO2 を有利すると。ね、プラス H2 という、ね、反応を起こすわけですが、この反応によってですね、発生する二酸化炭素によって分液漏斗内のですね、圧力が高くなっていきます。従いましてですね、分液漏斗内の圧力が外圧に比べてあまり高くなると、コックや栓の部分から液が激しく噴き出す恐れがありますので、この操作を、まあ、行っているということになります。では次括弧4番いきます。分液漏斗内で水槽とエーテル層が2層に分離した状態を分液漏斗を含めて簡単に図示せよと、また E の操作でコックを開く時の分液漏斗を図示しなさいということです。まずこのエーテル素が 2層に分離した状態、分液漏斗を含めて簡単に図示しましょうということですけれども、このような形になります。はい、エーテル素が上に行って水素が下に来るということになります。で、E の操作でコックを開く時の分液漏斗はね、このこう逆にしてからですね、逆にします。で、この場合もですね、水槽の方がエーテル槽よりも軽い状態になりますので、水槽が下、そしてエーテル槽が上ということになる、いう形になります。ね。はい。で、この場合ですね、この場合、液を流出させるときはですね、栓の空気口を開き、分液漏斗を振り混ぜるときは、栓の空気口を閉じると。いうことになります。こちらね、液を流出させる際は栓の空気口を開くと、で、分液漏斗を振り混ぜるときは栓の空気口を閉じるということになります。はい、で、ただですね、こちら液を流出させると当然こういう風な状態ですので、コックは閉じたままで、振り混ぜるときはコックを開いた状態にしておくということになりますね。栓は閉じますからね。はい、では次の問題に移ります。
はい、次、括弧5番ですね。次の有機溶媒が水とともに分液漏斗に入れたとき、有機溶媒が上層になるもの、または下層になるもの、一般に抽出には用いられないものに分離し番号で答えなさいということです。はい、まずですね、はい、まずこちら、こちらですね、シエン化炭素、シエン化炭素、そして、クロロホルム、クロロホルム、ホルムですね。あと、ジクロロメタンですね。ジクロロメタンの密度っていうのは、それぞれですね、この3番のこのシエン化炭素、そして、CHCSCSU、クロロホルムですね。クロロホルム、そして、7番のジクロロメタンの密度っていうのは、それぞれ 1.6、1.5、1.3 で、水より重いですね。20度において水より重いです。で、一方、ジエチルエーテルベンゼンの密度っていうのは、それぞれ 0.71、0.88 で水よりも軽いです。で、一般にですね、CHO よりなる液体っていうのは、分子量が大きくてもですね、水より軽くなります。しかし、CLBRI などの重い原子を含む液体は、水よりも重たくなるよ、いうことで、まず、下層に行くのはですね、まず下層に行きますのはこの3つ。丸3番のシエン化炭素、丸5番のクロロホルム、そして、丸7番のジクロロメタン、が下層に行きます。で、上層に行くのはですね、上層に行くのは水よりも軽い、ベンゼン、1番のジエチルエーテル、0.71 のジエチルエーテル、そして、0.88 のベンゼン、が上層に行くということになります。で、一方でですね、このエタノールであったり、このエチレングリコールですね、エチレングリコール CH2OHCH2OH は、エチレングリコールであったり、このベンゼンっていう、エタノールっていうのは、いずれも水によく溶けますので、2液が分離しないので、抽出溶媒には不適ということになりますので、これらは使われないということで、用いられないものは、この丸2番と、丸6番ということになります。では次、括弧6番です。DE の抽出操作で得られたエーテル溶液に通常無水硫酸ナトリウムを加えると。これを十分振り混ぜてからろ過し、得られた溶液を濃縮すると。この場合、無水硫酸ナトリウムは何の目的で加えられているのかを説明しなさいという問題になります。はい、無水硫酸ナトリウムは何の目的で、加えられているのかを説明しなさいという問題になります。まずこの無水硫酸ナトリウムっていうのはですね、水分を吸収して、実は Na2SO4、10H2O ということで、ね、結晶水。ね、水和水を作る性質がありまして、しかもですね、有機溶媒に溶けないと。いうことで、乾燥剤としてね、使われるわけなんですね。なので、得られた溶液を濃度を濃縮するっていうね、働きを持つことになってきます。したがって、何の目的で使用されるかと言いますと、まとめるとですね、エーテル中の水分を結晶水として除去することで、結果的に抽出した有機物中に含まれている微量の水分を除去し、乾燥するためということになってきます。はい、結晶水としてね、水分を除去して、結果的に抽出した有機溶媒中に含まれる微量の水分を除去して乾燥するためにですね、こういった炭酸ナトリウムを、ね、入れることがあるんですね。ね、濃縮するためにね。はい。ということで、今回の講義はこれで以上にしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。はい。ではね、次、括弧3番になります。ね、括弧3番になります。括弧7番ですね。はい。化合物 C の水素原子1個メチル基で置換した化合物のうち、光学異性体が存在する化合物の構造式をすべて書きなさい。ということですね。まず、この C の化合物は、こうね、こちらですよね。フェニル酢酸とトゥープロパロールのエステルでしたよね。
で、こちらのですね、水素原子を1個メチル基で置換した化合物のうち、光学異性体が存在する化合物の構造式をすべて書きなさいと、いうことですが、まずここの H2H をですね、1個メチル基を書いたものを、ね、書いたものっていうのがこちらになります。そうするとですね、この C っていうのが不正炭素原子を持つことになりますので、光学異性体が存在することになります。で、もう一つですね、もう一つはですね、この H、H の部分ですね。はい。この H の部分をメチル基に変えますと、このような形の、のね、化合物になってきます。そうすると、CH2CO で CHCACA3 ということで、化合物 C の水素原子1個をメチル基で置換した化合物のうち、光学異性体が存在する化合物の構造式をすべて書きなさいと、いうことで、もう一つはこちらですね。はい、こちらになります。いうことで、括弧7番のね、答えはこのような形になってきます。はい、ということで、これでこの講義は以上にしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。